バッターは5番の気心知れ、ストレート見逃しの三振という話がありましたが、喜んでるでしょう、うん、あるじゃないですか。あ、ストライクだ。ここは見逃し、ストライクです。試合が始まります。マウンド上エースの今永、1番バッターとしてバックスには松山です。インサイド、これは決まりました。見逃し三振、ワンアウト。さあ菊池、います。西川、マックスもこの欲しかったますからね。なるほど、優勝、追い込んでいます。外の低め、直球、見逃し三振ですよね。宮本コーチも言われてみればちょっと田原に似てるところあるんだよななんて言ってましたけどね。感じだね、亀井です。プレッシャーみたいなものはね、神社団には相当ありますよね。いいボールでしたね、はい、1、2塁間は大きく空いています。見ています。ファーストランナーマウティ、オートマティックスタート、そして見たバレンティンですが三振に倒れました。三振、ちょっと曲がりましたけれども、今のちょっと曲がりましたけれどもね、まあ、そうですね、難しいところでした。3回の裏、無得点に終わっているスワローズです。